はい、こんにちは、レトルトと申します。僕らの大革命実況プレイ始めていきたいと思います。というところで、前回はね、数の暴力は魔王に通用しましたねというところで、数の暴力で魔王を倒すことができました。で、今日は、今回は何をするかと言いますと、まあ目標はあれですね、仲間最大人数というか、最大人数は無理だけど、仲間大量に抱えて、王様に直訴王様に直訴に行くことなんですけども、その前にね、ちょっとこの僕らの大革命、ちょっとバージョンが更新されまして、まあいろいろちょっと便利な機能が追加されたりしました。まあその一つがこのインベントリっていう、あれなんですけど、これでね、いろいろあれですね、今まで何をゲットしたかが見れるようになったんですね。で、学者の手引きとか、まあこういう風に、あとね、お払い箱っていう機能が、追加されまして、まあ、戦闘の仲間に話しかけると普通だったらバーンって飛んじゃうんですけども、これをオンにすることによって戦闘の一人だけパーティーに外すことができるっていう、かなりの神機能が追加されましたので、まあ、これを多少使うことでね、一つちょっと楽になります。あと、まあこうやってね、仲間がいるととか、この四大精霊のヒントとかいろいろ追加されました。で、この魔王のテレポートなんですけども、前回使えないと言いましたが、ちょっとね、あることを使えば、ちょっと使えるので、それも後ほど紹介したいと思います。とりあえずね、今回行きたいのは、前回も気になっていました、ここじゃないですここではない、こっちですね。あの海賊の船長の奥に何かあったの、なんか牢屋的な秘密の宝箱みたいなのがありそうな場所あったの覚えてるでしょうか。こっちですね、ここ入れないって言ってね、なんか悔しい思いをした記憶ありますけど、これ今魔王に変わったじゃないですか。魔王なら壊せるあれだったんですね。で、魔王だったらこれも取ると女神がパーティーに加わったということで、見てください、これ女神様。いや、レトルト実況ではこの女神様って大事な存在なんですけど、女神様、なんかよくわかんないけど、女神様が仲間になりました。この女神様が何かしてくれるわけではないんですけど、女神様が仲間になってくれました。これは壊せない。で、ここに宝箱があると思うんですね。で、ここの宝箱が、ここの手引きなんですよ。このハテナハテナハテナ。一瞬さっき映った時、みんなもな、取ってねえじゃねえかって思ったと思うんですけど、まあ、これが兵士の手引きっていうアイテムでして、まあ、城の兵士が、兵士を仲間にすることができるんですね。で、俺も個人的にやり込んでる時に、もちろんこれもゲットして、やったぜ、全員仲間できるぜと思ったんですけど、まあ、これちょっと罠です。これはね、ちょっと楽にするためには取らない方が、今んとこは取らない方がいいアイテムなので、それを覚えておいてください。なぜかというと、先ほども言ったんですけど、魔王のテレポートっていうのはね、 TP を10使うんですねなんか、えらい、なんか、閑散とした、あれですね。閑散とした街になっちゃったなぁ。何があったんでしょうね。もうね、あんま木とかもないね。閑散とした街になっちゃいましたけどね。閑散としてますね。まあまあ、それはいいとして。で、TP が必要なんですね。TP65。で、戦う相手がいないから TP 回復できねえじゃねえかみたいな、感じのことを、言っていたと思うんですけども、実は、ちょっと待ってね。ちょっとだけ、雑魚というか、ここら辺の人をちょっと仲間に、5人ぐらい仲間にするところがポイントですね。実は、もちろんこの兵士は、兵士の手引きを持ってないので仲間にすることはできないんですけども、ここですね。ここから先は立ち入り禁止だ。で、ここで押し通るをすると、こいつらで戦えるんですね。で、攻撃とかをすれば、こう TP が左、見てください、上がると。これをすることによって、まあ、ほぼ半永久的に魔王のテレポートを使うことが、実はできるんですね。これを使えばあれですね、もう楽できるんじゃないかなと思ったんですけど、さっきの兵士の手引きを取ってしまうと、なんと
もう皆さんもうお気づきだろうとは思いますが、これ兵士の手引きを使ってし取ってしまうと、まあ、残念ながらこの兵士が仲間になってしまって、このバトルがもう永久的にできなくなっちゃうということなんですね。でそれをね気づいてしまって、やっちまったということで、俺初めからやり直したんですけどまた初めからやり直すためになっちゃったんですけどもね、まあ、楽しく戻ってきました。ということでこの TP をねさっき、少なかったのが今 TP 回復できましたというところで、これを使うことによってあのなんだろう、家の外に出れないようなさとこに仲間いるキャラクターとかもテレポートをうまく使っていけば獲得できるんじゃないかなという、そういうコツなんですね。ということでこれでなんとか仲間を大量に集めれるんじゃないかなっていう、あともう一つ見つけたとこなんですけども、こっちの左側ですね、なんだこれって思ったんですけど、このイベント振りの魔王のところに仲間にいると像や封印が消せるようになるって書いてあるんですけど、この封印ってのがこちら、何にもないよと書かれている、壊すことが魔王ならできるんですね。でここ入るとなんと、何もないって書いてあったの見えなかったの、別に入られて困るってこともないけど、 あなたにも無関係ということはなさそうだし、まあいいわ。んこの部屋は何かって、まあ簡単に言えばあなたが今まで戦ってきた敵ともう一度戦闘ができる部屋ね、まあいわゆるなんかデバッグルーム的な場所なんだけど、ちなみに私はこの部屋の管理人よ、私の許可なしで部屋を勝手に歩き回れないから、そこんとこよろしくなるほど。とりあえずバランスブレーカーな魔王さんと勇者さんご一行はこっちに来てもらおうかしら、あと公平を期すため TP も一旦預からせてもらうわこれ取られるんですよね、これ代わりと言ってはなんだけど、私優しいからヒットポイント全回復してあげるわ。ひどいなんか取られるんですよね。でこの無駄に広いマップにこうやっていろいろいるんですけど、ほらこうやって今まで戦った仲間、兵士、船長、ドリアード、シルフで魔王でイフリート、フラウ、牛、プチドラゴン、ミニドラゴンとかいっぱいいるんですけど、これ見てください、見たことないキャラいますよね。これがちょっとなんか今回やっていきたい一つ、本当は強いよ勇者様ご一行というところで、まあ、ちょっと試しにやってみるか。ほらーめっちゃかっこいいこいつらね実は強かったんだって、これ TP がね全部取られるっていうことなんで、初めから TP 集めから始めないとダメなんだよね。強すぎんだよねこいつらがもしかしたら魔王よりも強いかもしんないみたいな。でこれ最強メテオさんね、女神の祝福、聖霊の祝福、うわさすが魔王には一瞬でやられましたが、さすが勇者っていうところですねじいさんわしの攻撃をくれーおーじいさん、まあこんな風にやってね、まあもちろん勝てるはずのない相手なんで、しかも TP もないっていう、一瞬で全員がやられていくこのひどさ、クラブ様とかも死んでいくというところで、今回はこいつらをなんとかぶちのめしたいんだよね。勝てるとは思うんだけど、仲間200人で足りるのかな、魔王の時は200人ぐらいでなんとか行きましたが、まあ、今回はちょっと厳しい戦いになりそうですねというところで、まあ、当然のごとく魔王もいないんで、この人数じゃこの人数じゃトホホな展開になりますよね。無理なんで TP をさゼロにさせられなきゃいけないのって話ですからね。はーい、ということでね、こいつらを倒したいからね、なんとかいきますか。ウルリカ・ラルフ魔王がパーティーが終わったということで、よーし、じゃあ仲間集めてまず勇者を出しに行きますか。
はーい、287人集めてきました。一応この実況の中では、最高の人数を集めたんじゃないでしょうか。というところでもう一つ発見したことがあるのをね忘れていました。こちらのね奥のここなんですけどもね、まあ、ここに2人ゴブリンのホモがいたという、それだけのことです。それでは、勇者ご一行をなんとか倒したいね。いけるかな。よし、さてさて、一応多分俺が知ってる限りというか、まだわかんないけど、こいつを倒せば全ての敵を倒したことにはなるはずなんですね。なんかバージョンアップとかでここにもう一人なんか最強の敵を追加してもいいんですよ。チラッチラッというところで、本当は強いよ、勇者ご一行、挑戦者0人、戦闘不能者0人、本当はねさっきもやられたけど、いきます。さてさて、実感はあるけど、まずは TP がないんで、初めの方はあんま強くないやつらを固めてきてはいます。それでは TP をまず貯めていきましょう。ちょっとでも食らわせろ、そして TP を貯めさせろ。女の子へ、勇者が女の子に手をあげるって、そう、あれも勇者女の子に、あ、ワンちゃん、ワンちゃん頑張って様子を見るってあるな。よし、 TP を貯めろ。いましたか、これが勇者の現実ですよ。こんなね、ただの一般人に手をあげて何が勇者かと。本当にサンレッドのようなこのヒーロー像ですからね。さて、まあまあとりあえず今は TP を少しでも貯めることができればもう何の文句もないんですが、なかなかたまらない。 TP を、防御を使えば確定で TP 貯めることができるな。あ、サハギーに絵が追加されている。これもバージョンアップのあれかな。よし、これで OK だな。あっちの方が足が速いんだよね。うわわわわ、うん、怪しい光、怪しい光食らうのかな。一人だけやってみて。やってみる間もなくウィスプたちが撲殺されていきますけど、ちょっとでも TP を貯めることがお前らの仕事やぞ。まだ245人、自爆があるな。このスピードってのが、TP の横にあるんですけど、自爆をすればスピードが速いから、もしかしたら、あいつら速え。あー、おー、食人花とかにも絵が追加されてるというか、もともと多分なかったよね。どうなんだろう。あー、まあ、こう地道に TP を貯めていくかな、まずは。おー、一発耐えてる、すごい。あ、吸血した、ちょっと食らわしたぞ。食人花ナイス。メテオが強すぎる、ほんとに。よし、これでいけ。うわぁ、勇者はあれだもんね、一般人ならあれだけど、モンスターにはもう手を抜くことはないだろうね。それにしてもウルリカちゃん可愛いですね。皆さんウルリカちゃんとユルバーちゃんどっちが好みでしょうか。レトルタウルリカです。どうでもいい。これちょっとでも食らわせてくれないか。状態異常無効とかをしたりとかしてるから、それ切れたとし、切れたら状態異常になることあんのかな。やらせてもくれないっていうね。いやー、本当に強すぎる。だがね、こいつらが終わった時にお前らは地獄を見ることになるぞ。こっちも後ろの方にやっぱいっぱいいるからね。ちょっと TP はマックスになったけど、ちょっとでも食らわしてほしい。ちょっとでも、おゴロつきのなんか体当たりがなんかその、一旦相手を攻撃させないことができるみたいなことをコメントに見たんだけど、どうでしょうか。この次頑張れ、この次一発耐えた、この次、おー、あーミスか。まあそういう系はあれだよな、ミスりやすいよね。おお、モンスター集団の次はね、人間の中のワル、いけワル、ワルドモガー、ワルドモ一発でやられたらさ、方向もないからね。
攻撃に、かわされんなよ。もうね、一人でいいから狙ってほしい。一人で。メテオっての誰なんだ？イルバか？ベネットか？こいつを狙っていきたいな。強い。あーでもちょっとずつ食らわせるようになったな。一応ちょっと強いやつらだから。187にいても、まだ少ないかもしんないのか？一発耐え。あーゴロツキたちが死んだから海賊とか盗賊が出てきたけど、一般男性が即ぐらいに来たけど、カカシも仲間になることできたんですよね。これカカシはコンスタントに TP を1回復手に入れることができる。 G さん F 謎の G さん X。 おお G さん避けた、強い。よし全員で攻撃。あれかな、こう家族のあれかな、親戚の集いみたいな感じになってるな。じいさんじいさん V、 じいさん V の V はビクトリーの V。 わしはやるぞ。おお、わしはもう無理、ダメじゃん。じいさん早い。さてちょこちょこ強いやつらが、出てきましたね。商人様子を見るか、攻撃でいいか。オーラブレード、いい、やっていけ、やってみろ。お、ピエロはね、あれなんだよね、何気に街にいるんだけど、そのピエロは一人しかいないんだよね。でも結構珍しいキャラクターではあるんだよ。よし、フレームは全体攻撃、フレーム一発入れたいな。はい、ピエロもフレームも。宝箱硬いよ。宝箱も何もすることできないモンスターのはずなのに。でも宝箱硬くていいな。2回攻撃、バーサーカー行ったろ。お、バーサーカーいい、結構悪くない。宝箱硬いな。宝箱は TP を貯める役としては悪くないのかもしれない。ウィンドウで行きましょう。ウィンドウ打たせて。勇者ひどいやつやな、本当に。メテオってある。こいつメテオ使えるんだね。あいつにメテオ打たせて。あー待って、五条の構えとかしないでほしい。あーいい感じの。T
いい感じのパターン、メテオといい感じのパターン来い。アサシンエッジないんだよな。アサシンエッジない。うーん、バーサーカーもいらない。バーサーカー強いんだけどな。でもどれか打てればいいっていう考えでいくか。死んじゃうかもしんないしな。バーサーカー、まあ、メテオ打てなかったな。 MP 不足か TP 不足。生き延びたんだったらメテオ打ちたかった感はあった。フレームでいいぞ。隠れるでも死なずに済むのか。でもそれじゃ意味ないんだよな。これでいきましょう。強いな。フレーム打たして、お願い、フレーム打たして。よし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 。っていうかさ、あと71人しかいないんですけども、信じられないわ俺、このことが。本当に言ってんの？狙い撃ち。これが、これが現実。はぁ、ダメだ。はぁ、まさか本当にやられると思わんかったな。こんなにも強いか。284人じゃ足りもしない。どんだけ集めればいいんだ。よーし、もうちょっと集めよう。はーい、486まで集めたんですけども、悲しいお知らせがあります。なんと地下の、牢獄を守っていた兵士がなぜか倒れたまま起きなくなりました。テレポートが、テレポートを使えなくなっちゃったんだけど、あいつを使う、あいつが起きる条件とかがなんかよくわかんなくてさ。ということで、多分ね、王宮の兵士はそこそこ強いと思うんだよね。だから勇者を倒すためには必要だよね、兵士。ということで、ここまで集めた後解禁。そして今 TP25 しかないので、魔王のテレポートあと2回しか使えない。よし、セーブしました。もう戻れません。さあ、王宮の兵士を仲間にし尽くしていきましょう。失敗は今失敗しました待って待って待って、今完全に失敗したんで、もうこれね、ちょっと失敗は許せない状況になってきてるんで、一回のテレポートで、しこたま、集めていきたいけど、これは右のやつ取れないな。し、行く。兵士集めるぞ。で、最後は、多分テレポートして帰ることになると思うんですけど、兵士どこにいるんだ？いた。ね、地下には、ここで上上がった方がいいのかな。
狭い場所入りたくないから。よし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 。騎士！騎士！ほう。騎士なんてのもいるんですね。ああ、いい服。今のが、あれなんですけど。今のはやっちまったな。あいつ強いんじゃないの？どう思う？今500人ですって。いっか、スキル使っちゃうか。ラスト、テレポート。あいつ仲間にした方が良かったのかな？騎士、アイベントリーは全部済まない。ちなみにここはあれですね。撃破タイムとか、戦闘のやつとか、のなんか記録ですね。ここは、わかんないね。なんかで出るのかもしんないですけど。あとね、これ、貴族女性。これも、あれで仲間になるようになったんだな。貴族女性ってのは強いのかな？もう、上行くの大変だな、これ。上行くの大変だな、これ。ちょっとしばしお待ちを。はまあまあ強くないな。騎士、まあ普通か。ギルドの人たちよりはあんま強くない。こことかにもね、たまにはぐれ兵士ちゃんがいるので、連れ去りつつですね。あー、これで勝てんのかな。不安だわ、正直。勝てる自信が全くと言ったことないですけどね。もう閑散としたでしょ、村。もう入っちゃったわ。ここダメ。ここにも兵士いるかな？いたっけな？ここ入っちゃったらもうダメなんだよね。右はダメ。ここ兵士いないかな？こっちには数人いたような記憶がある。さてさて、仲間507人で戻ってきました。勝てるかどうかは分かりません。ちなみにですね、ここで一つ言っておきますけども、なんか王様の評価があるじゃないですか。で、評価のセリフ、エンディングが変わるのは、500人までです。なのでエンディングの、最高の、一応最高のエンディングなんですかね、最高のエンディングを見れる条件は揃ってるので、そっちはなんとか、クリアすることができました。しかしながら、こいつを倒せるかどうかがもう要になってくるけど、テクニックとかもあんのかな。なんか覚えた方がいいことというかね、ここはこうした方がいいみたいな、そういうのもあるのかもしんないけど、とりあえずセーブは取って、一応この内部で一応もう一個セーブというか、セーブを別のフォルダに移しておいて、コピーしておいて、挑みたいと思います。いや、まさか、勇者を倒すことにね、こんなに時間がかかるとは思わなかったんですけどもね。それではなんとか頑張っていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。次は最終パートになるはずです。よろしくお願いします。兵士 R ヘイスレトルト、頑張れ。